さ、準備はいい？ああ、やろうか。楽しませてよね。私の勝ちね。しょうがない、勝負は時の運だ。あら、潔いのね。流れが読めれば勝てはしなくても大きく負けることはないだろう。分かってるじゃない。あなたとなら長く遊べそう。いいわ、一杯だけ付き合ってあげる。本当に？それじゃあ乾杯しよう。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？恩に着る。その前に超反博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。するとご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう、助かったよ。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああ、そうだ。彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か？よう、タボ。カイドウさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、羽村の居場所分かったか？ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か？賭場ってチャンピオン街のどこよ？一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあタボ、お前羽村を見つけたらどうする？とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。
ちゃんとついてこいよ。今俺のことは見てる。残念だったね。せい。たくいい加減にしろ。出発するか。おい、タボ。ん？賭場につながっている店ってここじゃねえか。どこにも店の看板が出てねえぞ。ご用件は？大月は元気か？ステーキを食べたいそうです。シャトーブリアン、ブルーレアで。ご注文を受けたまわりました。どうぞ召し上がれ。よっしゃ、やったな、タモ。肉食べよう。次だ、次。カイトさん、駒が揃いました。よし、来い来いよ。勝負。よし、来た来た。ミゾロの超やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。おい、お前らどこ立ってんだ。まだどけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。さあ行け。行くぞ、タボ。Woo!
りですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。組の金庫から盗まれた1億な。あれはあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん。軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をしたとき、木戸じゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手はショーノだ。橋木も殺される直前までショーノから情報を聞き出そうとしてた。黒幕はショーノか。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。くそ、誰か火つけたな。頭。カイトさん。手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。